金光信明と坂巻光弘と金高美雪のハッピーラジー。はいどうも、あきぱんです。はいどうも、まきぱんです。はいどうも、ゆきぱんです。ざっくりしてんな。あー来たね、ついに初め自分たちから言ったね。言いましたね。言ったあだ名で思い切りね、紹介してるラジオもないと思うけれどもそうだね。そうで、今回タイトルコールですよ。おお、増えたついにですね。はい、金高ちゃんが来ましたよ。冠になりましたよ。お邪魔します。万年アシスタントのつもりがまさか名前が入ってるっていう、ね、だんだん順番が前になってくるかもしれないですからね。そうだね。そう、最終的に金高みゆきのから始まるかもしれないですからね。僕らがっていうね。出た、うん、やばい、追い越されないようにしないと。でも僕はそれでもいいと思う。うわ、せっこい。あー、もうせっこい。スタート1分でせっこい。アキパンと2人でやりますか。あれあれ、気持ちがこっちに来ていますね。あれ、え、俺外されるまさかの。そうだよ、抜け駆けしようとした人間はそういう罰にある。そうか、そういうことだね。ぜひこれからも3人でこのまま行きたいですね。あの人数を増やしたり減らしたりするのやめてもらう今俺抜けてまた入ってきた形だから。そう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 、なんかのペナルティがあったんじゃない。そう5分ぐらい抜けるっていうペナルティがあってそうね、ちょっとだからさ、場を荒らしたら一回ペナルティっていうのがちょっとね、あるってことですね。それそういうルール作ると、うん、途端に雪パンだけのコーナーが出来上がるよやだ、どうしよう、誰もいない。怖い。そう、反映されていくからね、このラジオは。途中でビーって音が鳴って秋パンアウトっていうあれだ、デレデレーってなる、ね、退場っていったってなるよ、ね、そして誰もいなくなったまあというわけでですね、はい、頑張りましょう。この番組は結局何なんですか。はい、この番組はいい大人がいい大人として後輩をいじったり先輩に盾ついたりしながら世間の中間管理職の皆様と悲哀を共有する番組です。はいよ。そして、はい、声優の声と演技で朗読を楽しむオーディオブックストア聞くボンの提供でお届けする番組ということで、聞くボンに出演されている方が時々お呼びしてトークしたりもしますよ。この番組はキクボンではもちろん、ニコニコ公式チャンネルや YouTube のハピラジでも楽しんでいただけますので、ぜひお好きなところでお楽しみください。はい、この番組はスペシャルレギュラーということで、はい、そうなんです、スペシャルレギュラーということで不定期更新ではありますが、キクボンで大きな動きがあるたびに僕たちがラジオをお届けするということになっております。はい、まあね、不定期レギュラーということなんで、空いてる時に他のハッピーラジに乱入してやりたいなとは思っております。そうですね、ちょっとね、今年、今年度仕掛ける、うん、仕掛ける方針でございます。行きますか。はい、行きますか。カミングスそれ言いたいだけじゃねえかよ。そう一番言いたい単語のトップランクに来るやつだろ、カミングスーン。何度も言ってるってこと、実現するってことですか、ね、そう皆さんお待ちください。はい、はい、さあ始まりましたけども、そうそう、はい、今回はちょっとオープニングトークで時間をかけすぎないフリートークにすぐ入るっていうので、ね、ちょっと決めてやってましたから。あれ、マジですか。あ、はい、そんな感じ。あ、じゃあ優秀ですね。今トントンと来た感じで、今すごくいい流れです、今回は。あら、本当ですか。素晴らしい。今回だいたいくちゃくちゃして喧嘩して終わる、くちゃくちゃして喧嘩して伸びるトークだったんで、ちょっと今回ちょっとテンポトントンと来てますけどね。そうそう、これもうフリートークですよね。そうそう、こっからもうね。そうなんです。マジで。そうそうそう、あの出たてのお笑い芸人みたいなやりとりはいらないないちょっと揉めて面白かったでしょうみたいな。そうそうそう、いや、もうシャープ8って書いてあるから、台本に。そう、8回目ですよ。8回目、ね、早いもんですよ。早いよね。最初ここで飲んでからもう8回目ですからね。そうだよね。ということは7回坂巻と冒頭で喧嘩してるってことそうね、7喧嘩入ってます。7喧嘩。そう7喧嘩。あ、また間違う、巻きパンとだね俺ほんと入んねえな。でもさ、俺も間違う、アキパンキンじゃん。おーおー、これやるか8回目でしょ、またやるか。ご安心ください、今日もありますよ何の話やって。仲良くだよ、仲良くようやくそのあだ名がね定着してきた感はあるよね、うん、そうだよ、ありますね、うん、ちゃんと皆さんからも秋パン、マキパン、ユキパンってちゃんと呼んでもらいたい、呼んでもらいたい、うん、そうだね、秋パンキン。あー、まあ、ほんと、お、なんこのやるかやるかやるか、このやろう、やるか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 。そう、落語チックな言葉の出し方やめなさいよ、いろいろ使ってやんの。ちょっと乱闘感を出そうか。テクニックを見せるんじゃないよそんなとこで。落語、ほんと全部落語みたいだよね。ラジオの時間みたいな映画のね、全部効果も自分たちで、おっ、あって、いてこのやろ、ピシッっていう。
はい、そんな楽しい雰囲気でお送りしております。そうですね、はい、はあ、はあ、じゃあ早速ね、お便り読みたいと思います、うん、いいですね、はい、はい、ミルキーさんからいただきました。ありがとうございます。秋パン、金マキパン、雪パン、こんにちは。こんにちは。突然ですが、はい、皆さんは好きな方言ってありますか？もう私は神戸弁を話すのですが、一緒一緒、他の地方の友人からは語尾が可愛いと言ってもらえるので神戸弁が大好きです。わかる。ちなみに私の好きな方言のランキング上位は、京都弁、大阪弁、博多弁だそうです。あ、これ違うわ、ミルキーさんのじゃなくて友達のかな。そうだよね、うん、最後だそうですになっちゃったもんね。だそうです。自分のがだそうですなはずないよね。みんなで話し合ったランキングかな。なんか一般的な好きな方言ランキングの上位は京都弁、大阪弁、博多弁なんだって。ね、これはわかるよ。俺は出身熊本なんですけど、はい、博多の言葉は可愛いかね、本当に。うわ、せこ、もう掘り込んできた。何を？いや、掘り込むでしょ、もうこんなあるでしょ。まずはさ、このミノキさんの神戸弁をいじろうよ。あー、神戸弁ってどう？神戸弁よくわかんないんですよね。全然わかんない。神戸弁は俺が喋ってるような言葉、はい、可愛くないかもしれない。やめろ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 、これこれこれ、いやいやいや、神戸弁、いやいややめ、おーっとおーっとさっき喧嘩しないってあんだけ言ったのに。ほらほら、やるか。やっぱり喧嘩の日だね、止めてもらったの。やめろっつってんの。やってることが手押しの効果音を出すなっつってんの。じゃあ神戸弁はだからどうなの、語尾が可愛いって言ってるけど、語尾が、何しとんとかっていうのは関西弁であるでしょ。何しとんねんお前とかっていうのがあるけど、神戸弁は何しとう、食べとう、寝とう、かわいい、とうとう弁って、とうとう、かわいい、そう、神戸弁、うん、だからそういう、ほんとかわいい言葉で育まれてきた金光くん。ダメるのよ。ミルキーさんが喋ってんのは可愛いだろうなって今想像してたけどさ、ちょっと金光くんが入ってくるとちょっとおかしい。いや、めっちゃ可愛いよ。え、子供の頃はどんな感じで喋るんですか？じゃあ、え、だから子供になった気分で。もう俺40したぜ。ゆきパンが言ったらやらんといかん。普通に、なあなあなあ、今何しとっていう。あー、それは可愛いかも。そうそう、ご飯できとう。あー、それいいな。はい、可愛い可愛い。はい、支度しなさい。はい。おーい、おーい。じゃあ次、マキパンの番ですよ。標準のお母さんが来たみたいな下り。マキパンも子供になった気持ちになって、ほらな、返すか、自分に来んだぜ、悪いことは。喋、はい、ってみてください。なんだろうな。この考えてる間は何？いや、分からない。恥ずかしがってる間でしょ。じゃあ熊本弁で喋るの？そうですよ、熊本弁で。熊本弁でじゃあなんか、なんか例文今ご飯できたっていうのですよね。そうそう、あ、今日のご飯できた、もうご飯できたっていうくだり。もうご飯できた、帰ってきて、ただいまご飯できたは、もうご飯できたって聞くよ、熊本の人。意外と標準語。そう、だからね、これね、意外とね、この話してると大体そうなってくるんだけど、ああ、結構熊本とかなんか特徴がありそうで、そうない、イントネーションはね、イントネーションは違うけど、う、意外とっていうのはあったりするかも。そうなんですね。これだからある意味、ある、仕事あるあるだけど、うん、熊本弁喋れますかって聞かれて、僕らが思ってる熊本弁と多分皆さんがイメージしてる熊本弁は違う。あ、でもそうかも。だから僕らが、僕たち、だから熊本の人間が思っているみんなのイメージであろうことは、うん、なんとかばい、なんとかだい。ああ、でもそう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 。でもそれを作ったのは、その熊本の有名なリポーターさんがいるのよ。その人が作ったキャラクターなの。へえ。どうもおはようございます。はい、あ、そうなんだ。言ってんのはこれキャラクターだから。あ、バッテン荒川さんとか。そう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 、ほうほうほう、そういうことなんだ。あ、なるほどね。でももう実際の熊本弁のガチのやつは何のことだ、何のことだ、よがね、よがね、でもうちょっとこう温度ないから。へえ。だからね、可愛いかって言われると可愛くはないかも。なんか、なるほどね。子供もそんな感じなんですか？じゃあ子供もそう。あ、何とかばい、何とかだい。でも何とかばいって広めたのはお坊ちゃまくんだよ。そうだけど、なんとかボワイって。クッキングパパじゃないですか？ブワイだから。あ、ブワイか。ブワイだからね。クッキングパパって、あれ？クッキングパパ方言だっけ？クッキングパパ方言だっけ？クッキングパパって顎出てんじゃなかったっけ？そう、顎出てる。顎出てる状況しかない。もう、そう、顎出てすんげえ料理うまい。違うかな。そうだね。で、何より、なんとかボワイって言う。うちの源田さんだよね。おっしゃる通り。源田さんディスタみたいな。そう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 。そうそう。そうそうそう。そうか。まあまあまあ、そうだよ。神戸弁にしたってイントネーション勝負なところもあって、大阪弁ほどのイメージはないんだよね。なるほど。そうそうそう。あれ、一般どこだっけ？私は長野県です。長野弁は、あ、そうだね。
長野弁ほど難しいものはないじゃん。これといってあの長野縦に長くて3分割して方言が3種類あるとしたら、なんか聞いたことあるかも。あるので私はあの真ん中の中心地区っていうところの出身なんですけど、意外とそう呼ばれるんだ。真ん中って中心地区って呼ばれるんだ。すごい分割なんだよ。本当に真正面の名前。すごいあの正しく言うと、うん、北進、中心、南進、あと東側の東進っていう4つに分かれるんですけど、中心の進はあれか、信濃の進か。俺中心でセンターっていう意味かと思って、なんでおごり高ぶった地域なんだろう。そうじゃないんですけどね、はあ、でその北の方は善光寺とかがある、新幹線も止まる方の北進地区の人たちはなんとかなんとかしませんかっていう時に、例えば私がアキパンにね、今夜ご飯行きませんかってお誘いするときは、いいお誘いするときは、ああごめんごめんごめん、例えばだよ、今何かに取り憑かれたようにガチで答えてしまった。おい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 そのときは、今日ご飯行くしない、え何、もう一回言って、ねえねえ今日ご飯行くしないっていう、え市内に行くってこと、行くしない、いや市外でいいですで例えばマキパにね、これからボウリングしようって言う時はね、ボウリング、いや違う違う、ガチで答えんじゃねえよ、だからすぐそこ、今のは例文です、残念ながらボウリングはできません。違う、ガチじゃないの、違います、ボウリングできません。そうそう、ボウリングするしない、うん、あ、する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 、違う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 、方言を理解して答えるんじゃねえよ。今一回ちょっと携帯触っていいですか今はするしない、どっちだいっていう感じになる会話だろうがよそういうことか。まあでもそうなんですよね、それを私も言われて、この子は何を言ってるんだろうって、同じ県内出身者なのにわからない、そんなにっていう、やっぱちょっと特徴的な、いきなりノットが来るみたいなもんだもんね。そうですね、するしない、いやするっていう答えるか、そしたらなんか選択肢を与えられた感じ。そうそうそう、ね、食べる食べないみたいなそう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 、うん食べるみたいな。そうですよね、そんな方言なんだ、はい、そんなのがあって、それ難しいね、初めて言ったら分かんないよね、びっくりしました。分かんないし、例えばなんかそれをさ、その今3分割されてるのを一緒くたにして、例えばなんか仕事で喋ってくださいって言われたこともある。分かる、それはね、そうです、ね、長野弁なら長野弁で方言指導してくださいとか、俺だったら関西弁でお願いしますとか、そうそうそう、関西弁も多いんだわ、あるよ、ね、大阪もあるし、神戸弁もそうだし、まあ、京都の下の方も関西弁に近いような方言になる時もあれば、はい、逆に京都に近いような方言になる時もあるし、皆さんがしてるなんか河内長野弁っていう、もう日本一なんかね、ちょっと荒々しい言葉で、はい、割れって一人称割れだよ、割れもう喧嘩口調だもんね。そうそう、でもカッコして翻訳したらあなたって言ってんだからね、それはそうだね、そう、我ビール飲んでいかんかい、コラって意味のないコラがつくからねこのコラはオープンマークみたいなもんだよ、そう、そういうことだよね、そうそうそう、ニュアンスで言ったらね、そう、だからそう、一緒くたにはなかなかできないよね。確かに、そう、あれ自分の地元のところの話は分かったけど、はい、どっか好きな方言はあるのっていう話になってる。ああ、だから僕はあれですよ、あの博多の方はいいなと、でも近隣好きなんだね、近隣っていうか、なんかなんだろう、ちょっと僕がいる実家もちょっとその福岡さんとか博多っぽいところがあるからっていうのもある。福岡はさん付けなんだだからそう、だからね、ちょっとじゃあ一個話していい、うん、なんで福岡さんっていうかっていうと、はい、熊本の人って、まあ、全体を指さないけど結構皮肉が多い。あ、そうなの。何かを言うときに、だから例えばなんかみんな地元のことが好きとかっていうのを皆さん好きっておっしゃるけど、うん、なんかこっちは一回皮肉が挟まるわけですよ。いやもう熊本はもうすごい、すごく仲良い、福岡さんにはもう空港がね、あーなるほどね、でかくてありますもんね。いやもう熊本はもう全然ですわっていうのが、なんか実はこう好きだと思ってんだけど、表に出てくるものはちょっとこう皮肉になる。だから全部そうなんですよ。だからちょっとその熊本の人ってあんまりいいものをいいねーっていうのがかっこいいと思ってない。あ、なるほどね。例えばそのよかねっていう言葉がある、いいねっていう言葉なんだけど、全部よかに集約されるから、例えばなんだろう、こう、まあ、女の子がじゃあこっちの服がいい、こっちの服がいいって2つ出してきたときに、はい、これよかね、うん、どっちもよかね、でこれ違いあるんですよ。え、嘘、わかんないよ、全然わかんねえよ。いや、それは多分その音だけじゃなくて、その人のこう雰囲気、まあまあ表情とか雰囲気とか、そう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 、だからわかりづらい、基本的には県民性としてその感情がわかりづらい、あ、そうなんだ、人たちだから、なんかそのなんだろう、ちょっとだからひねくれてるんですね。でも福岡とか博多の方はもうちょっと素直じゃないかな、わかんないですけど、ね、で、あとはまあ女性の水筒とってあるじゃないですか。あー聞いたことあるわ。そうそうそう、熊本だとなんか水筒券とか水筒バイとかになっちゃうんですよ。
おお。スイートルバイだとなんかちょっとなんか田舎っぽくなるじゃないですか。はいはい、でもスイートオートってなるとかわいい。その子のポテンシャル次第。いやいや、それ全部そうだろうよ。やめろ、それは。そのポテンシャル次第やめろ。でも可愛い言葉だよね。そう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 。なんかメロディーラインも可愛いし、ね、落ち着くところも可愛いしね、スイートオート。それだからある意味日本一なんじゃないかな。僕は勝手に思ってます、ね。日本一。分かったね。日本一。日本一。でもさっき神戸弁の最後とうでしたね。神戸弁はね、とうなの。とう。伸びるの、とう。だから水とうとか愛し、なんか愛してるっていうのは、はい、愛しとうって言うから、それはそれでかなりスイートだと思う。なんかとうってすごいですね。とってすごい。とってすごい。東京都がすごい。そうそうそう。俺もいきなり迎合し始めた、この子は。違います。何かを狙ってる。とうもとって止まるのも。と可愛いと思うけど、うん、俺一番可愛いと思う方言はとじゃないんだよね。違う。そう、俺もダントツで岡山弁。ほー、岡山弁ってどんな？じゃろってなんじゃろ。え？ん？ん？どうした？お、どうぞどうぞ。あのね、じゃろじゃろ、語尾がじゃろなの。あー、広島はなんとかじゃ、なんとかじゃけんとかあるけど、ね、岡山弁はね、なんとかじゃろ。じゃろ？そう、だからそうでしょっていうのが女の子がほうじゃろって言ってくる。あー、でもそれちょっとわかるな。でしょう。でもね、よくよく思い出したらその子のポテンシャルかもしれないなって。やめろ。ポテンシャルでまとめるのやめろ。でもなんか ありますね。サバッとした子が方言だと結構キュッと。そう。で、方言だと距離が近い感じがするんだよね。そうそうそう。なんかまあ別に標準語が距離が遠いわけではないけど、まあ標準語って俺たちやっぱりビジネスで使ってる部分があって、じゃあこれがプライベートだったらどうなるって言うと、俺プライベート常に関西弁、神戸弁だから、へー、普通に嫁はんとも神戸弁で、俺は神戸弁、嫁はんは大阪弁で、家の中では関西弁がもう行き交ってるような家なんで、なんでまあその方が距離が近いし話してることが分かりやすいかなっていうのもあるからやるけど、だからまあまあ使い勝手にいい言葉ですよ。なんか方言を知ってるっていうのは、なんか逆にね、その可愛い言葉今やったやんか、はい、可愛いの一番が見てかっこいい方言だろ。ああ、かっこいい方言か。青森の方が自分のことをわーっていうのはちょっとかっこいいと思ったことあります。キュンキュンしてんな、おい。相当キュンキュンしてんな。おうおう、全く二人が理解できないぐらいのレベルでいきなり振ってんがギョーンってきて、なんかお芝居の稽古で山形弁に全部セリフを吹き替えていただいて、はあはあ、それを聞いててなんとかないいのしゃとか女の子のセリフを読んでて、それ可愛いなって思ってたんです。ね、そしたらその同じ東北でもその山形出身の先輩がやっぱ近くても違うなって言って、自分も東京に出てきてからはだいぶ治ったけど、向こうにいる時自分のことわーって言ってたもんなって言って、で少し喋っていただいて、あ、かっこいいなって思いました。そうなんだよね、北の方って寒い 地区ってあれなんだよね、言葉短いんだよね。なんかまあ冗談みたいに言ってるけど、向こうの人寒いから外で喋ったら口凍るからみたいなことで、冗談みたいに言うけど、はい、昔稲勝平さんっていう人が、はい、テレビですごい、ね、出られた時に、はい、どこ行くんですか、今から銭湯に行くんですっていうのを、あの青森かな、はい、だと思うんだけど、どさゆさっていう言葉だけでできる。そんな短くなる。どこに行くんですかって、お湯に行くんです、お風呂に行くんです、どさゆさって言って、それで分かるらしい。だから短いんだけど、わもかっこいいじゃん。確かにわがね、自分のことわしがねでもなく、そうそう、私がねでもなく、俺たちはなんかわがって、わなんか伸ばしたくなるけど、多分向こうはわがとかって言うんだよね。あー、そうだね。それかっこよかったね。私はそこがそのいいのしゃ可愛いなって思った後の男性のわがかっこよかったんです。一つ聞いていい？はい。その人かっこよかった？はい。ポテンシャルだな。やだー。もうやだー。やっぱポテンシャルかー。すいません、ミルキさん、ポテンシャルっす。いや、ちょっと待って待って待って、そんなこともないと思いますけどね。逆に京都弁とか大阪弁とか博多弁あるやん。まあ、はい、博多弁出てきたやんか。うん。博多弁出てきたやんかって、もう途端に神戸弁になってるけど。もうね、はいはい、一回方言に戻しますよ、僕はね、はい、方言に。はい。京都弁と大阪弁って神戸からすると一応3都なわけですよ。あ、はいはいはい、その神戸弁と大阪弁、神戸弁は一番認知が低いと思うけど、はい、大阪弁京都弁ってどんなイメージが
京都弁っていうか京都の人はしたたかなイメージない。はい正解。あります。はい正解。やっぱりあもうよくご存じだよ、うん、でもなんか特に意識するって言いません？関西の方は京都のことをすごいしたたかなみたいに見るっていうイメージ。なんかね京都の人たちがワンステージ上にいる意識で接してくるから多分苦手なの。あー確かになんかこうあんまりわちゃわちゃするイメージがない。そうそうそう。あーもう私らなんか大阪の人たちほんと元気ですねーって言ってくるけど、あーそんな感じイメージイメージ、元気だって思ってねえだろうがよってうるせえとか思ってんだろうがよっていう感じになる。あー京都弁かな。だからまあ京都弁はんなりしてるとかっていう言葉があるけど、いい言葉なんかもしれんけど、神戸弁も京都弁に近いからね。とうとうとうって、あ何しとう、食べとう、食べとう、あそうなんやとかって普通のイントネーションでいくから、だから神戸弁がこのミルキさんが可愛い、語尾が可愛いって言われるのは多分ね、はい、そこら辺やと思う。なるほどな。大阪弁は、大阪弁だってあの世間一般のイメージであれでしょ、どうせきついとかし。そうかな。うん、まあ、でもあとはあれ明石家さんまさんのイメージ、伝家な漫画。確かにね。うん確かに。たたりかけるように。もう伝家な漫画な言ってる人は絶対に見当たらへんと思うよ。いやまあそうだよね。だからそうさっきのそれなんじゃない。だから仕事で使うそれと違うでしょ。さんまさんもビジネス関西弁をわざと出してる部分はあると思うよ。だからエンターテインメントとしてってことでしょ。そうね。うん、わざと大阪弁を使うっていう。そっか。このだからこのランキング上に京都弁って見るとね、ちょっとね俺らとしてはね、あやっぱりどこまで行ってもやっぱ京都様ですかみたいな。ねどっちなんだろう。男子も女子もこう総合したランキングなのかなこれ。あどうやろう。どうなんでしょう。だってそれこそ坂本龍馬の土佐弁とかかっこよくない。かっこいいかっこいい。男子から見ると圧倒的にそうだけど、でも女子から見たらどう。ああそっか。女子がどこまで坂本龍馬好きかやな。あそれは大きいかもしれないですね。結果ポテンシャル。いやいや坂本龍馬には勝てない。どんな言葉を言うかじゃなくて誰が言うか。名言名言。そうそう一郎が言った名言。そう何を言うかじゃない。誰が言うかだ。誰が言うかだ。すごい。そうなるか。そうなるな。しゃねえな。なんでしょうね。あれだからもしかしたらあれじゃないですか、キックボードのね、この作品とかの方言とか出てくるかもしれないじゃないですか。そうそうそう。だからこの方言できる、ね、だそれこそ俺らの出会ったきっかけも、ね、はい、山梨で。ああそうだ。山梨、長野か、長野でっていうのがあって、そうそうですね。っていうのも九州でっていうのがあって、俺も神戸やからっていうのがあって、徳川家康っていう。そうそうそう。だからそういうね、縁があるかもしれないですから。縁僕は、で僕が思ってるのは、その仕事っていう話でちょっと派生しますけど、はい、あのなんか地域の人が集まって統一見解出してほしいなってちょっと思ってる、はい、あ、だからアクセント辞典みたいにね。そう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 。アクセント辞典みたいに。そう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 。関西弁のアクセント辞典。そう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 。熊本、九州、ね、とか、あとはその熊本の方にそのお願いをしたら僕らはこういう方言を使うっていう、なんかあったらいいんだと思うんですわ。なるほどね。そのベースがね。そう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 。そういうルールブック今ないもんね。そうないのないの。そうそうそう。だから関西出身者が聞いてても関西弁、はい、多分これ方言指導ついてんねやろなこの番組はって思ってても、うん、そういうかなっていうのあったりするからね。確かにね。あと言葉がなってんだけど、いやニュアンスそっちじゃないんだよなっていうのとか結構難しくなってくるんですよ。さっきのヨカとかもそうやもんね。そうそう。だからもう熊本なんか一番それがある。だからなんだろう、この前ちょっと偶然そういう仕事をしてて、うん、で僕じゃない方が例えばまあ女性の役でお母さんの役とかをやってて、うん、お母さんのニュアンスを出すってなったんだけど、はい、多分そのなんだろう一般的なお母さんのイメージだと、あそうなのなんか、あそうね、なんとかね、うん、とかってやるけど、熊本のイメージで言えば例えばなんか結構なんかちょっと体が心配でお母さんに電話しましたとか、なんかこう倒れたかなんか頭痛いみたいなこと言ったって言ったら、はい、普通まあ大丈夫よみたいな感じのふわっとかかってくるような感じのイメージ、うん、あ大丈夫大丈夫みたいな感じなんですよ。ああなるほどね。熊本の方ってなんかちょっとだから ひねくれるじゃないけど、やっぱそこも出んねや、そうか思ってた。いやいや私なんて全然ビビしてるからみたいな感じのイメージだから、はい、それをなんか例えばお仕事とかニュアンスとか出してくださいってなると、そこまで行くのか、
それでももうお母さんっていうのをもうやってもらってるから、あとはもうゴビだけやってればいい。 そこの側から外れへんかどうかぐらいのね、ちょっとエッセンスで入れるのかっていうね。そうだから、それすごい難しいなと思う。リアリティを追求するか物語を追求するかってことですよね。僕らはそこでせめぎ合っています。いつもそういう感じで、みんながイメージするなんかその何々弁みたいなのを教えてもらえたら面白いなと思うんですよ。そうね、確かに。だからこのランキングもね、こういうランキングではなくて、なんか例文1個作ってもらってね。そう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 、京都弁の何々っていうのが良かったみたいなので、ランキング作ってもらえるといいなと思います。でも、はい、京都弁上なんやなあ。でしょ、博多弁で1個言葉をこの間覚えたんですよ。何とっとっと、わかります？意味、意味どころか可愛いなっていう。とっとうとって書いてあったんです。あ、分かる。とっとうとでしょ。うん、これはもう当たるよね。多分。うん。と、うん、ってるよ。あ、違う？そう、2種類意味がある。2種類なの？そうなんですよ。私それがびっくりしたんですよ。1種類じゃねえの？え、それ分かる？うん。え、なんとなくだけどね。あ、そっか。まあ、違うは違う。とっとうととっとうとで会話ができる。あ、そうです、そうです。トットととっとうとで会話ができる。そう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 。それはトーしか喋れない国の人じゃない？トト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 ト。違う、そんなラテンの、ラテンの国の人かい。トト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 。違うの？なんか意味が違うんだ。なんかトって、さっきおっしゃってたトってあるっていうのを疑問形にもできるし、肯定にもできる。そうそう、だからトットーととっといてくれてたっていうのと、トっといているよっていうので、お互い会話トトトトトト。あ、なるほどね。そうそうそう、もうクエスチョンがつくかつかないかで全然できるんだ。そう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 、絶対わかんねえ。でもだから、そう、肌から見るとわかんないよ、ね、かんない。看板に書いてあって、私はそのままトトト、何の看板なんだろうと思ったら、ね、お土産 の、 名前だったらしいんですけど、取っておきたくなるぐらい美味しいお菓子だよっていう気持ちを込めて名付けましたって買ったパッケージには書いてあったんですけど、うん、そこまでちゃんと説明するんだけど、その言葉の説明はないんだね。確かにね、そっち先だったなという感じです。そう、うん、この方言はこういう意味ですっていうのはあればね、うん、いいんだけど、まあ、とがいっぱいあるけど面白いな、まあ、美味しいお菓子だったんで、まあ良かったんですけど、私ちょっと覚えて帰ってきました。いや、可愛いよ、可愛い。そういう可愛い言葉をどんどん使っていこう、俺たちも、とっとと、とっとうと、俺たちは俺たちはこういうダメなところがある。何を言うかではない、誰が言うか。ごめんなさい。続いてのおはがきいきますか。そうですね。はい、こちらがですね、トコネームミルキーさん、ありがとうございます。アキパン、マキパン、ユキパン、こんにちは。ほら、優しいからね。私は中学生の頃からずっと腰のあたりまであるロングヘアだったのですが、すげえ、最近思い切って20センチ近くバッサリ切ってきました。あ、それもすげえ、うん、質問なのですが、はい、皆さんは女性の髪型でロングとショートどちらがお好きですか？うんうん、私は自分がロングだったのでショートの子を見ると可愛いなと思います。さあ、お二人のフェチがここで炸裂するっていうことですよね。難しい、うん、難しい、難しい、難しい、うん、俺はもうこれは 1+1 が2ぐらい簡単な。あ、どっちですか？え、どっちですか？ちょうどです、ショートです。あ、ソントです。今、2回ぐらいショートって言ってた。ソントですよ。ショートですか？ショートですよ。ショートですか？もう昔からそうだね、うん、昔からショート、なんていうの、この肩にかからないぐらいの短い、なんか丸いボーイッシュなショートが大好き。もう、マキパンはどのポイントでやっぱ迷うんですか？これはどうなんだろう、なんかいいなと思う子はロングなんだけど、うん、なんかどうなんだろう、実際仲良くなる人はショートだったかなって今思い返してた。お前、すごいディレクターさんがプレイボーイ発言をかましやがった。すごいディレクターさんが笑ってる。違うね、違うね、おい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 、違うね、違うね。だから、なんていうの、そのショートってよくほら、本当に美人さんだとショート似合いますねみたいな言葉ってあるじゃないですか。え、そうなの？あれ、知らないですか？なんか聞いたことありますね。だからあまりアレンジができるものが少ないから、そうかそうか、そういう意味か、素材で勝負できるという的なことですよ。はい、俺はショートが好きだっていうのはあれか、素材が好き、俺素材好きなのか。どう、素材が好きなんですか？え、違う違う、なんかね、俺ボーイッシュな子好きなんだよね。ああ、そういうことね。あ、そう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 、うん、なんかなんだろう、だからあれだよ、セーラームーン、うん、はい、セーラームーンで言うと、うん、あれ、アミちゃんだ、アミちゃん、セーラーマーキュリー、アミちゃん、もうダントツでアミちゃん。ああ、
もうアミちゃんがセーラームーンでもいいぐらい。いやそれはダメだろ。それは変えるなよ。別に一番人気があるのがセーラームーンじゃねえから。ランキング制度じゃねえから。そうか、自分の中のセーラームーンはこれですみたいな。あ、それぐらいずっと見てたいぐらいってことね。あ、でも本当俺じゃあセーラームーンで言ったらジュピターだな。あー、ジュピター。なるほどね。それなんで、いや、なんだろう、だからちょっとサバッとしてるじゃん。はい、してますね、うん、からからだから、じゃあ結果ロングだよね。あ、あ、そうだよ、ロングだよ。そうですね、ポニーテールしてるから。そうですね、茶髪系だっけ。そうですね、な感じだったね。ロングの後ろで食ってるのが、言ってみればマッパーにとってはセーラームーンっていう。いやだから別にランキング制度じゃねえんだよ。俺にとってのセーラームーンはジュピターですって。ちょっと全然意味が分かんないんだよ。私のムーンはマーキュリーですって。分かんねえんだよな。でもとんでもねえとこ飛び火したから。女の子の、あ、そうだね、考えていくとどっちだろう。どっちでしょうね。でも長いのね、いいっていう女の子もいるよね。なんかいろいろアレンジしたいから、さっきの話じゃないけど。すごく私はズボラなので、髪がこう跳ねてたらまとめてごまかせるから長い方が楽っていう考え方、割と現実的に。でも本当それ女の子の意見としては結構大半占めるんじゃないのかな。してましたね。あともともと日本舞踊をやっていたので、髪を上げるっていう行動が日常必要だったので、ずっと伸ばしていなきゃいけないっていうのがあって、よし、舞台がない器具みたいな感じで終わったらもうね。そうですね、次は何ヶ月後ここまでに伸びればいいから、ギリギリ切れるとこまで切ってやるみたいなのはありました。すごいね、女の子ってやっぱそういうのも意識すんだね。今は全然それがなくなったので、もう好きなように切ってよくなったので、去年、あの髪切ったよねってマキパンが言ってくださったんですけど、あのタイミングですぐ言えるから、もうすぐ言えるから、そういうの本当あの時に。すぐ言えるから、もうなんか嫌な風にするなよ。するなよ。そうそうそう、なんか最近流行りの前下がりボブってやつに近い感じにしてもらって、もう久しぶりに縛れないぐらいに切ったぜって思って。でも前下がりボブっていうのはどういう状態？なんかもうめ、俺めっちゃ面白いおっさんしか今頭の中で想像できてないよ。どうも前下がりボブでーすっていう。ちょっと変な外国人。後ろ下がりじゃない。前下がりみたいな。そう、ごめんごめん、俺らバカだから。ごめんなさい、ごめんなさい。でもボブはね、可愛い。ショートボブとかね、ボブも可愛いけど。なんかお姉さんがおっしゃっていたのは、こっちの前の方がちょっと長めになってて、後ろ側の方が短い。はあ。あ、そうか、そうか。横から見ると前に下がってる感じ。そうです、大げさに言うとこういうカーブが。もう全然ラジオ向きじゃないです、喋り方してるけど。こういうって言っちゃったからね。そうそうそう、ご想像にお任せしますみたいな。ちょっと前下がりボブで、前の方、ね、皆さんならわかるでしょ。長くなってきて、あ、そうです、前の方が長くなってるっていう。いや可愛いね、絶対的に可愛いと思う。俺でもショート以外だったら、なんだろう、一時期流行んなかった姫カットみたいな流行んなかった。こう前が、あー、ここがこうなってる。また俺が、また俺がこうなってるって言ってる。やめてよ、2連続の抽象的なのはわからないから。全然ラジオに慣れていない人だったんだよ。おばあちゃんみたいな。そうこう、こうよ、こう。そうそう、あのさ、ほら昔の姫様がやるみたいな、その前髪がね、かぐや姫みたいな、こう、ね、イメージのですよね、なってるっていうのが、はい、たまになんかそういう子がいて、あ、可愛いな、あの髪型っていうのは思ったことがあるから。あ、でも確かにちょっと個性持ってる子の方がなんか気になったりする時あるよね。あれはあの個性の塊みたいなの、ゴリゴリのショートの、ショートっていうかもう単発じゃんそれっていう、ベリーショートですか。ベリーショートももう通り越して、それはもう何枚狩りですかみたいなやつの、金髪なのか、それはグリか、シルバーなの、いや緑ですかみたいな。いや、それはもう可愛いとかじゃなくてかっこいいよ。ああ、そっか、もうファッションっていうか、あなたファッションではなくてそれはモードですねみたいな言い方しないといけないような。子たちはやっぱりあれも個性だよね。まあ、ね、そうですね。あそこまでいったらちょっとダメだな、自分の中で。でも気になったのはさ、あのユキパンは例えば、はい、その周りから例えば、じゃあ気になる男性がいたとして、はい、じゃあその子がロングが好き、ショートが好きって言われた時に、はい、そうする人。結構えぐった質問するんだね。いやでもなんか俺のね、勝手なおっさんのイメージなんだけど、はい、なんか女の子が髪切るのなんか意味を持ってる気がしちゃうのよ。あ、もうそれはね、もう分かりますよ。なんかさ、なんか大体ね、大体聞いたら、いやいや、なんかちょっと熱くなったからとかあるんだけど、大体切るときって心理面じゃないと思う。そう、あー、そっか、分かる。だから変な話、例えばその自分になっちゃうけど、うん、自分は例えばなんかその、はい、
なんか切り替えたい時とか、なんか始めようとか、なんか例えばどうだろう、最近運動できてなかったから運動しようみたいな時とか、なんか切り替えたい時、ちょっと忙しかったから、ちょっとなんか気持ちが沈んでた時にちょっとじゃあ切り替えようみたいな感じで切るから、だから全くなんかその扱ってくださいみたいなことって、まあ俺もないし、だからまあ上司も結構そうなんじゃないかなと思ってて、まあ、男はね長さ切る切らないっていうのはあるけど、確かに女の子が髪切ったには意味があると思うから、なおかつショートカットが好きじゃん。だからセミロングとかロングの子がショートにしてきた瞬間に、好きな髪型になるは絶対振られたんだろうなって思うわあ、そ う, もうあのね、そう男子あるあるじゃないですよ、すごいセンタリングが上がってきたみたいな状態になるの、あれフリーだそうとフリーのボールが回ってきたぜみたいになっちゃうんだけど、いや気分でって言われると何のチャンスも回ってこないんだよねそうなんだよね、そう走り込んだけどボール来ないから、そうそうそう、フリーランだよ。どうどう、ユッキーさんは例えば過去を考えた、過去を考えて、なんか俺ショートが好きなんだよねっていう、ああじゃあショートかな、男がいたら、いや基本的に日本舞踊のために髪の長さを調節してきてたので、日本舞踊それはでもちょっとやりたいですね。あ、そうなんだ、やりたいな、なんか自分の自由にできるんだったら、もう似合う似合わないに関わらず、こう少なくともアップにできるとかっていう長さは保ってなきゃいけなかったので、ここまで切っても私は似合うのかっていうのが、もう幼稚園以来ショートカットになんかそれこそしてないので。そうなんだ。そうなんです、幼稚園の頃はもうショートカットで男の子みたいな感じだったんですよ、だったので、今さらショートカット似合うのかなって思いながらも、こうもし似合いそうだねって言われたらちょっとやりたくなっちゃうねっていうのは、似合いそうでね、おおおおショートが好きじゃねえから前に進んでねえじゃねえか気持ちがいきなりせーのって言われるのかな、でも小さい小さい頃やってた髪型に戻すってさ、はい、確かにやってみたいことではあるよね、女の子ってね、そうですね、小さい頃写真見てさ、めちゃめちゃ、あ、うちの嫁さんは今ショートカットなんだけど、はい、小さい頃長い髪の毛の写真とか見ると、あ、長い頃あったんだってやっぱ思っちゃう。あ、そうだ、初めて会った頃とか長かったかもって思うもんね。じゃあそれなんかしてた、俺仕事好きなんだよねって言った。あ、全然違う、違う、もうあの意味合いとしてはあの楽だからそれなっちゃったじゃねえかよ、そんな。それはでもなんかちゃんと好みをそうかね、そうか、ポイントを抑えてる、そうだそうだ、そう言いながらも違うようちそんなんじゃないよ。じゃあこれで収録終わりますね。やめろお疲れ様でした。やめろお前、ちょっとあったかい気持ちになってきたんだからてか小さい頃どんな髪型してた、マキパンは。俺短かった、なんかね、角刈りみたいな時間わかる、俺は小さい頃そうだった。だからそれこそ10代後半になんないと美容室に行ってない、多分なんかいわゆる床屋とか、あ、そうだね、美容室、美容室、そうそう、美容室とかだから。丸坊主はしたことある？はない。あ、ないんだ。ある、ある、ある。俺中学3年間丸坊主だったよ。野球部とかじゃなくて？あ、全然、あのね、神戸でその時中学生全員丸坊主だったんですよ。全国で多分ね、方針、あの教育方針っていうのが各県にもあったりするんだけど、いろいろね、決まり事とかあるんだけど、あの多分ね、丸坊主中学生が髪の毛長くなってきたって、私立の学校とかはよくあったけど、公立中学とかで丸坊主解禁になったって、俺の2年後ぐらいとかじゃないかな、神戸の。そうなんだ。3年後かな。だからみんな丸坊主だったよ、中学。だから丸坊主見たら大体中学。だから野球部かどうかなんて分かんねえ。ああ、もうみんなね。そう。見分けつきづら。いや、もう全然分かんない。だから、あれね、あの高校に入って、春先ぐらいになると、マリモみたいになるよ、みんなが。ひとしきりマリモみたいになる。季節を感じる感じになっちゃうね。そう。5月の頭ぐらいに久しぶりに同級生と街で連れ違うと、おーいってお互いがマリモみたいになってる面白いそれ、すごい可愛いの、マリモだから、みんながみんなマリモなんですよね。そうそうそう。でも小学校の頃全く別の髪型だったけどね、なんかスポーツ狩りって知らない？あ、分かる分かる、でもスポーツ狩りしてた。そう、スポーツ狩りってさ、何のスポーツに適してんのあれ。いや分かんないよ、全然分かんないんだけど。あ、でも俺サッカーだと信じてきた。え、俺バスケットだと信じてきた。じゃあもう真実はないスポーツ狩りって知ってる？聞いたことありますけど、よく分かってなかったです。なんかね、後ろね、ガリってバリカンでね、刈り上げて、で、なんてかしらけど、前ちょっとだけ長いんだよ。そうで、スンってスンってね、角度つけるの、角度つける。あ、そう、カツオとか、あと元気のないスネオくんみたいなねもうちょっと長いけどね、もうちょっとスネオくんは長いけど、そうだよ、スポーツ狩り。あったね。あ
あれなんで、いつなくなったんだ、あんのかな、まだスポーツ狩り。いや、俺もでもなんかそのなんて年々さ、だから要は美容室とか床屋とかに行かなくなって、うん、で初めてそのなんかいわゆるオーダーしてくださいみたいに言われるわけじゃん、うん、美容室の人に、はい、でその時にショートっすか、ベリーショートっすか、行った店が悪いよそれいやショートベリーショートそうだね、ショートももう短いと思ってるのに、うん、スポーツ狩りは短いから短いと伝えたいのにその上のベリーショートは僕の中ではゴリンなんだけどって思ってショートっていうとちょっと長いのよ。あ、わかるよ。そうそうね、スポーツ狩り世代はそこで困惑したと僕は思って、どうですか。そうだね、スポーツ狩り世代でも一回俺そっから中学の時その究極に短くなってるから。あー、そうか。そう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 、一部狩りとかしたことある。ないないない。まあゴリンとかもそうだけど、一部狩りだったらもうスンってすればいい。そう、あれ五輪より一部の方が短いんだっけ。あ、そうか、長いか。あれ一部の一部、二部、三部の方が長いんだよね。あ、そうか。で五輪が一番短いんだけど、五輪って後ろからタオルファッてかけられてクッてやられたら、あのマジックテープとかベルクロと同じ原理で引っかかって首ガンって持ってかれてムチ打ちになるの。うわー、何そのあるある。引っかけれんの、引っかけれんの。五輪あるある。五輪あるある。じゃあ五輪にしてきたってみんな狙われるのか。危険だ、危険すぎる。じゃあ今度スポーツ狩りで会いましょう。誰がプロフィール写真なんかさ、絶対ないけど AT1 のプロフィールを見ようと思って、はい、男性声優とか見たら全員スポーツ狩りだったらめっちゃ面白いだろうね。面白い。なんかの罰だと思うのかな。でもどうする、下は大丈夫だけど4月1日とかやったらいいんじゃないですか。4月1日に限定で、その後伸びるまですげえ時間かかるんだけど確かにね。そっか、どんな影響出るんだろうね、五輪にしたらね。五輪もそうだね。でも五輪はさ、なんかの罰だと思われんじゃん。なんか悪いことしたから反省してんのかなみたいな。確かにね、確かに。全員違う。スポーツ狩りなの。あ、そっかそっか。前ちょっと残してる。あのあれです。ウィーアー畑野くんもみんな。うわ、見て。畑野さんのスポーツ狩りって言われると見て。確かにな。そうそうそう。はい、ということでこの番組はお便り料理を募集しています。はい。私たち3人への質問や相談など何でも OK。 キクボンのラジオ配信ページもしくはハピラジの投稿フォームから投稿をいただけます。はい、はい、番組を盛り上げてくれるお上の話とかね、髪の話とかね皆さん投稿お待ちしております。ね、はい、それでは次のコーナーではキクボンからすごい発表がありますので、なんだ、お楽しみに。金光信明と坂巻光弘と金高美雪のハピラジ。キクボン告知コーナー、司会のマキパンです。アキパンです。ユキパンです。本日もキクボンの最新ニュースをご紹介させていただきます。まずは最初のニュースをユキパンお願いいたします。はい、2月23日都内で開かれた東京創原社新刊ラインナップ説明会にて、東京創原社が主催されている新人文学賞の受賞作品をキクボンにてオーディオブック化することが発表されました。これは大きなニュースでしたね。大変驚きました。そうなんです。今後鮎川哲也賞、ミステリーズ新人賞、草原 SF 短編賞、草原ファンタジー新人賞の受賞作品、これは特別賞や佳作も含めて全てオーディオブックして、失礼しました、よっしよしよし、よかった。俺このままこのまま本当に一番噛まずに来たら危ねえ。俺もうプレッシャーで下噛んで死んじゃうよと思いながら、危ねえ。はあ、ほっとした。あ、無理なことはするもんじゃねえな。そうだよ、危ねえテンションでスタートすんじゃねえよ。乗っかったらとんでもねえことになりそうだったじゃねえかよ。台本チェックが甘く申し訳ない。そんなことねえ よ、 そんなことねえ。台本チェックしたって難しいものは難しいんだよ、そんなの。とりあえずもうちょっとじゃあ頑張ってやってみる。次噛んだら終わりね、このテンションね。はい、これ正しくはどういう文章が良いんですかね。あ、ブック化してですね。そうだよ、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 そうだよね。そういうのはあったりする。そういうことですね。これが報道の難しいところですからね。そうだよね。はい、はい。いや、本当に難しいわ。はい、よし、ちょっと頑張って気合い入れよう。え、これは同じトーンでもう一回喋ればいいですか。いや、やってみようよ、やってみよう。もう一回、もう一回アウトになったら考えよう。もう一回、頭から。頭から？え、どっから、どっから？でも、ここまでは全部使って頭から。あ、じゃあ、ここまで全部使うの？ね。じゃあ、同じでいきましょう。え、同じで、わかんない、わかんない。どっちで行く、どっちで行く。あ、じゃあ一回変えてみようよ俺、
俺が変えないといけないわけだからさそっちのテンションのスタートのテンションにどっかり空きパンですだけでのかれるかどうか頑張ってみる。分かった、じゃあ合わせんだな。よしやるぞ、うん、よっしゃテイク2。はい、キクボン告知コーナー司会のマキパンです。いや、アキパンです。いや、ユキパンです。いや、今日もキクボンの最新ニュースをご紹介させていただくぜ。まずは最初のニュースをユキパンよろしく。イエーイ、2月23日ごめんやれねえだろやれねえだろ受けが受けがイエーイってやれねえだろだからさっきのやったんだよごめんなさい、引き出しがなさすぎる。 いいんだよいいんだよいいんだよ。あれこんな難しいテンションで来た坂巻が悪いんだよ。なんだろ変えるって言わないで変えたんだろ面白かった。ユキパンよろしくイエーイっていうのが俺の中でもう絶対忘れられないワードになるわだからはいでもよかったわけですよ。そうだね、でもユキパンよろしくはいっていうのもなかなかすごいけどね面白いけどねそうそうそう。どうすんのじゃあ、どっちで行くのよ。いいよ、どっちか。じゃあそのさっきのどっちかで行く。わかりました。え、じゃあまた別のパターンも行く。お、来れるの。一番優しいやつで行こうか。一番優しいやつで行こう。オーケー、じゃあ優しいイージーモード。イージーモードでイージーノーマルハードドゥン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 ハードハード聞くもん告知コーナーイエーイ違う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 違今日もキクボンの最新ニュースをご紹介させてもらうよ。まずは最初のニュースをユキパンよろしくね。はい、2月23日都内で開かれた東京創原社新刊ラインナップ説明会にて、東京創原社が主催されている新人文学賞の受賞作品をキクボンにてオーディオブック化することが発表されました。これは大きなニュースだったね、うん、とっても驚いたよ、うん、そうなんです。今後鮎川哲也賞、ミステリーズ新人賞、草原 SF 短編賞、草原ファンタジー新人賞の受賞作品、これは特別賞や佳作も含めて全てオーディオブック化してキクボンで配信されるということになりました。応募規定にもしっかりと朗読音源化したものをキクボンにて配信いたしますって書いてあるんだよ、うん、これは楽しみだね。そうだね、実は昨年の鮎川哲也賞を受賞した市川優斗先生のジェリーフィッシュは凍らないも現在は収録を終え鋭意編集中、早ければ4月には配信予定とのことだってさ。この番組のディレクターさん、オーディさんが編集を担当しているんだけど、うん、すごい面白いんですって興奮してました。そうなんだ、それは楽しみだね。キクボンでは他にも過去の受賞作品を配信していたよね。はい、現在配信中の受賞作品といえば第22回鮎川哲也賞を受賞した青崎優吾先生の体育館の殺人、うん、第12回ミステリーズ新人賞を受賞した伊吹亞門先生の監獄者の殺人、うん、そして第1回草原 SF 短編賞を受賞した松崎優里先生の上がり、うん、第6回の同賞を受賞した宮沢伊織先生の神々の歩法、うん、同じく第7回を受賞した石川宗男先生の吉田同盟だよね。さすがパンキンだね。それでね、この中で上がりという作品をゆきパンが朗読しているんだよね。はい、そうなんです。すごいね、なかなか面白い作品なんですけれども、うんうん、理系女子ってわかりますか。理系女、なんだろう、理系女、そピュアを貫き通すのかピュアを貫き通したら何もわからない人たちになっちゃうよ理系女子、ごめんごめん、戻ってくるよ、うん、で、どんな作品なの。お前はすごいなさすがマキパンだすごいな、えへん虫で戻るんだねさあ、がりの話です。そう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 、そうだよ、そうだよ、がりの話なんですけどね、そうです、理系女子、ああ、まさに理系女子の方が、うん、作家さんなんです。あ、そうなんだ。そうです、東北大学のご出身の方で、いわゆる研究室に巻き起こるミステリーの短編集なんです。あー、面白そう。上がりっていうと、うん、
どんな時に使う言葉だと思います？お寿司のお茶、うん、お茶、うん、他にはあとはすいません店員さん上がり、締め、チェックね、チェック、上がり他にはなんだろう、あとこうゴルフでこうショット打ったけどちょっとアゲインスト上がりすぎた、上がりすぎた上がりすぎた、アゲインスト上がり、上がり上がりましたね。そっか、スゴロックとかやりません？あーあーゴールゴールゴールね、あそう上がり、上がり、あこのタイトルのひらがなの上がりはそれを意味していて、一作目がこの本のタイトルになってる上がりという作品なんですけれども、うん、何が上がりなのかこのタイトルだけだと全くわからないんですけど、そうだよね、読んでいただくと、うん、ちょっとドキドキしてちょっとゾッとして理系女子の頭の中ってこんなんなんだって思いながら私は台本を読みました。でもそれはすごい個人的に興味があるな。ゾッと、ゾッとすんのゾッとすんのは怖いってことじゃないんじゃないかな。なるほどね、秋さんの言ってるゾッとする系とはちょっと違います。あーなるほどね、そっちじゃないです。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、あ、なんかその、なんだろう、人の考えてることってね、はい、本当は計り知れない部分があるわけじゃない、その人それぞれ。そうだね、特に頭のいい人たちでね、はい、もう俺たちでは読めないよねうん、そう。あ、でもすごい難しかったんですよ、台本のそのセリフが。何が難しい？コンピューターとかもカタカナじゃなくてそれを全部漢字で書いてあったり、エレベーターも自動昇降機みたいな感じで。そういうこだわりがある世界観、なんかちょっと世界観があって。そう、ね、でも舞台は東北大学がおそらくイメージとしてされているらしくて、本当にその地域にあるあのお店の名前とかも出てきているとかいないとかっていう、なので あちらにゆかりのある方は別の視点でも楽しめるんじゃないかなと思いますし、あとは理系上好きな人ね。そうですね、本当に面白かった。おお誰の何の票を集めようとしてそうなってんだよ今のなんか読みますみたいなそのテンションは。いや、読みたいなと思ったからだよ。もう本当に面白かったです。全ての同じ舞台で短編集が、うん、全部で主人公、うん、それぞれ主人公が違うんですけど、あ、そうなんだ。あの違う章のところに、はい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 、その前の章に出てきた人が出てきてたりとかみたいな、そういうクロスオーバーしてる部分もあるので、うん、ちょっと楽しんで、一冊短編集といえどもまるっと楽しんでいただけるかなと思います。楽しみです。はい、ぜひ読んでみてください。はい、読みながら聞いてください。読みながら聞いてみてくださいそうだね、そうだね、俺たちも何かしらの違和感を今覚えて、はい、そうですよね、はいはい、大変失礼しました。これもまあミステリーこの世界観をちょっと体験して頂きましたんです。頭がやられているミステリーです今ね、頭の中がごちゃごちゃになってきましたけどね。はい、はい、ありがとうございます。読んでください、見てください、はい、聞いてください、お願いします。うん、読むよじゃあ次行こうか。そのさ、はい、もうファンを増やそうつんな頑張って違うよ、だから世界観を守ろうとしてね、私は世界の守り手だ怖えよ怖えよ。あ、そう、それでですね、はいはい、あの今回のこの草原社さんの新刊ラインナップ説明会なんですけど、はい、このイベントで、うん、我らが下山義満さんがですね、銀河英雄伝説の生朗読を行われたということで結構話題になったそうなんですけど、お二人は生朗読とかってされたことあるんですか？金光さんしたことありますよね。なんで決定校なんだよおー金光さんは得意ですよね。得意ですよ、だからパワフルな実況が得意。やめろって実況生じゃねえからあれは。あれすごい大きいスクリーンで見てよかったです。あれもちゃんと収録だよ言うなよ、コンピューターがすごいと、コンピューターがすごいんだよ、言うなよ場面場面に合わせて撮ったらコンピューターがすごいんだよ言うなよそれはお前がすごいんだよ。あ、ありがとう。はい、これが毎度恒例のお二人のイチャイチャ今回のハイライトですかね。生喧嘩です。ぜひぜひ皆さんの前でも一度披露したいもんですね。そうですね、そうそう、でもすごいね、うん、生朗読とかね、これ嬉しいですよね。だからそのいわゆるキクボンの作品を聞いて、うん、でまずイベントがあって行ってみたらやっぱ生でそれが聞けるっていうのは、いや、ゾクゾクするよ、すごいいいですよね。だから今後もね、なんかね、そうですね、行われるかもしれないですから、ぜひとも注目していただきたいですし、はい、俺たちにもそのうち来るかもしれないよだからそれどっちの感情で言ってんのそれいや僕たちもやりたいよね。わあ、それもどっちの感情で言ってんだよ
心を置き去りしすぎだよ俺たち。置き去りしてねえよ。東京創原社さんと菊坊のコラボレーションについて、うん、それからも今後配信予定の過去の受賞作品、そういったものも菊坊のサイトの中で掲載されているということなので、まあ、ぜひ皆さん見てください。見てみてください。はい、そしてもう一つ告知があるよ。ぶれねえな。なんだろうね。もう知ってんだろお前。銀河英雄伝説外伝、ユリアンのイゼルローン日記の CD 化の続行だよ。はい、で、おい拍手やめねえか。なんでいい。人が喋ろうとしているのに拍手をずっと続ける。いいことがあったから拍手をする、それが人間だ。よし、前回告知した CD 化に新たな動きがあったんですよね。はい、セルフ拍手がすごいんだけど俺も。価格とスケジュールについて新たに発表されたんだよ。おお。価格は18,000円から19,800円で検討中だよ。19,800円ですね。発売日はまだ未定なんだけど、はい、4月末にキクボンで購入できるように準備をみんなが進めているんだって。4月末もうすぐだね。キクボンで買えるんだね、うん、そうなんだ。現在はパッケージデザインやプレスについて検討中とのことで、ハッピーさんから皆さん期待しててくださいとのメッセージもいただいたよ。本当ですか？楽しみですね。うん、それにこの CD には豪華な特典があるんですよね。本当？そうなんだ。本編以外に収録された特典音源、さらにはキャストへインタビューを掲載したブックレットが同封されるんだよ。よかったね、みんな。これ楽しみでんな。これ楽しみでんな。次の放送ではもしかしたらCD 発売されましたって言ってるかもしれませんね。そうだね。おいカッコ笑い下手だな。おい、人のカッコ笑いとんじゃねえよお前。そうだね。なんで人とっちゃダメだね。おお、反省も早い。じゃあ反省も早い。そろそろ進めるね。続報が入ったらまた僕たちのラジオでご案内させていただくので、4月の発売までみんなもう少しだけ待っててね。お前ちょっと甘く噛んでっかね、2カ所ぐらいな。キャラ作りがブレてきた。そうだね。認めんじゃねえよ。以上、キクボンの告知コーナーでした。でした。金光信明と坂巻光弘と金高美幸のハッピーラジ。今日の朗読コーナーということで、ではゆきパン、早速作品の紹介をお願いします。はい、本日ご紹介するのは有栖川有栖先生の月光ゲーム Y の悲劇88です。本作は江上二郎シリーズの第1作目になるんですが、有栖川先生のデビュー作でもあるんです。うん、そうなんです。この作品をはじめとしてですね。嘘落語家の集まりのくだりじゃないんですか。嘘違うんですか。私も一度は見てみたいっていうくだりじゃないです。ほなわかりました、行ってみまよ。違うんですか。じゃあいいでしょう、普通にやりますわ、ごめんなさいね。そうだね。はい、じゃあ、そう、この作品をはじめとして、はい、孤島パズル、うん、総統の悪魔、うん、女王国の城と続いていくんだよね。そうなんです。本作は山のキャンプ場を舞台に起こる殺人事件なのですが、詳しくはアキパンお願いします。やったぜ。今パンキンはエネルギーを貯めています。俺エネルギー貯めるとき寝るって。それもうジャングルの王者ターちゃんみたいになってない俺。そうターちゃんの音楽をバックにやってる。嘘って。それターちゃんの特徴だよ。ここからですね、皆さんお楽しみのパンキンの紹介がですね、リスナーが本を買いたくなる、聞く本で朗読を聞きたくなるってぐらいのそそられる紹介をノーミスでお願いします。任せなさい。おっしゃ、来たぞ。ではここから私が内容をご紹介させていただきます。夏合宿のために矢吹山のキャンプ場へやっていくちょわ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 、予想だにしない事態が待ち構えていた。山が噴火し、止めないの？いや、もうなんかやるのかなと。俺もう全然やり直すよ。俺もうやり直せるから、ちゃんとやり直せる人だから。もう一回聞いてね、みんな。いきます。パンキンの紹介はまたそっから行くの。俺もう心が折れそうなんだけど。それでは聞いてください。夏合宿のために矢吹山のキャンプ場へやってきた瑛都大学推理小説研究会の面々を予想だにしない事態が待ち構えていた。山が噴火し、偶然一緒になった3グループの学生たちは陸の孤島と化したキャンプ場に閉じ込められてしまったのだ。
その極限状況の中、まるで月の魔力に誘われたように出没する殺人鬼。殺人現場に残されたダイイングメッセージとは。完璧な4テイク目です。自分で言うっていや、ちゃんとお伝えできてよかったですよ。そうですね、はいはい。あれゆきぱんもう飽きた、はい、飽きてない飽きてない。どんなお話なのかなって思って。そうだね、ちょっと怖いですね。いや、もう俺読んでて怖かったもん。なんか普通のミステリーかなと思ったら、なんか山が噴火したりするから、ちょっとなんかそういう、なんて言うんですか、結構 SF チックな部分もあるんですか ね。いや、もうどこもかしこもパニックだよ。確かにね、殺人鬼出てくるしね。もうすごいよね。ちょっとキャンプに行けなくなる怖さですよね。そうだよ、閉じ込められちゃうんですよ、ね、そう、なんだろうね、もうね、このストーリーのね、あらすじバーって読むだけなんだけど、はい、もう俺ぐらい怖いものが苦手な人間からすると、もう夏合宿っていう単語すら怖くなってくるんだよね。もうドア玉からビビっちゃってたんだね。絶対なんかあんじゃん、夏合宿って思っちゃうんだよ ね。 確かにね。じゃあぜひそこはですね、下山芳光さんが絶賛朗読されて配信中ですので、なんと今日もしかして聞ける、あ、聞ける、あ、聞けるってよかったですね。俺ちょっとヘッドホン外すんす。あー、もうじゃあこれは怖いところかどうかまだわかんないからね。そうそう、分かんない、まだわかんない、まだわかんない。そうか、全部怖いかわかんないですもんね。では皆さん、早速少しだけお聞きください。大地がまた身を揺すった。浅い眠りは破られ、僕はむっくりと起き上がった。寝袋にくるまった三つの人影は動かない。これ式の振動にはもう神経が慣れっこになってしまったのか、あるいは昼間の疲れが三人を抱きくるんでいるのか。死体置き場に一人取り残されたような心細い気分になった。そっとテントの塗布を押し分け、外の様子を伺ってみる。暗い、噴煙に隠れたか、月の光のひとしずくも見えない。山の頂に目をやる。よくわからないが、大きな忌まわしいものが吹き上がり、夜の海面に似た空に登っていくのが感じられた。かすかに降り注ぐ荒い灰。唇についた不快なそれを、僕はゆっくりと手の甲で拭った。火の山はまだ息づいている。テントから出て肩を軽く回した。おかしな寝方をしていたらしく、妙にだるかった。懐中電灯が灯った。高彦たちのテントの方だ。明かりはこちらに近づいてくる。白いトレーナーが闇の中に浮かんでいる。高彦だ。また来るんですかね。白い影に向かって言うと、彼は吐き捨てるように言う。たまらんぜ。もうこれ以上たまらんぜ。僕たちは並んで立つと、3日前に200年ぶりによみがえった火山の頂をまた揃って見上げた。3日前のより大きな噴火が来ると思いますか。僕が聞くと、彼は薄笑いを浮かべて、さあな、と首を振った。そんなこと俺にわかるわけねえよ。今にもてっぺんから火柱が立って、足元の地面がパックリ開いても不思議はないんじゃないの。と言っても、覚悟が決まるわけでなし。こんなとこで死にとうないですよ。誰だってそうだよ。しかしな、一体誰なのか知らねえけど、ナイフを振り回す殺人狂に刺し殺されるくらいなら、まだ大噴火で全員もろともっていう方を選ばせてもらうよ、本当のとこ。どっちにしてもやりきれんわ。テントから江上さんが顔を出した。さっき揺れたな。あ、起きはったんですか。まだちょっと感じません。揺れてる、揺れてるよ。高彦はおどけてふらついてみせた。そりゃ目も覚めますよね。江上さんもテントから出てきて伸びをした。東京の大方は地震慣れしてるんやないのか。月に何回もぐらりと来ると聞いてるけど、外国人やのうて関西人でもそれを聞いて呆れてるぞ。江上さん、これは地震じゃないんですよ。我々は噴火している火山の懐の中にいるんですよ。こりゃ絶望的だ。江上さんは高彦の差し出したライターの火をもらい、一服つけた。支援が踊るように漂った。同じくヘビースモーカーの高彦も、修正の友であるピースを吸い出した。
タバコを吸うことが何かの儀式に思えて僕は黙っていた。うん、毎度のことだから続きが気になるね。閉ざされた連続して起こる殺人事件、犯人は一体。続きはキクボンでお買い求めください。はい、ごめんなさい、食っちゃったセリフを。いいんだよ、そんな悪いことしようとしてるやつなんだから。そんなのバチだ、バチが当たったんだよ。いやでも本当に続きはキクボンでぜひ楽しんでいただけたら幸いです。はい、はい、ということで以上朗読コーナーでした。はい、あのお疲れ様です。今日もあれ言ってもいいですか？いいよ、いいよ。ちょっと待て、お前あれが何かわからない状態でのいいよは結構まずでもいいよ。おお、もう信者だね。もう聞きたいんだね。聞きたいよ、だってでもね、俺も超聞きたいな。そうだね、答えを知らずに聞きたい。あれ言っていいよ。はい、本当ですか？うん、はいはい、ありがとうございます、うん、オーディさんが書いてくださったので読みます。はい、ここで取れ高 OK ということでエンディングのお時間となりました。ありがとう、ありがとう、ありがとうね。終わり。斬新すぎるわ。いやいや、もうなんか可愛いよ。新人の先生じゃねえか、授業。そう、はい、今日は授業。あれって。違うだろ。はい。もうでもすっかり私もこのこと忘れてましたけど、確かに巻きパンしか気づいてなかったんですよね。そうだよ。その、取れ高金高の、そうだよ、この絡みを。まあ、全然ちょっとそういうの気づけなくて残念だったなと思いました。ダメだ、反省しちゃダメだ、反省しちゃダメだ。それはじゃあ台本を書いたスタッフの方に、はい、ちょっとその時の心境をちょっと聞いてみましょうか。はい、ちょっと本人が気づかなかったらどうでした？それなりに楽しんでいた。楽しんでいたね、自分の中でニヤニヤしてたんだ。全く気づかなかったっていう。そうだね、修行が足りんの。どっかのコーナーにしたいね。金高の取れ高 OK のコーナーとかね。確かにね、確かにね。そう、まあ、取れ高 OK のコーナーだったらもういらないんだけどね、その後ね。確かに。いやだから取れ高 OK はどこなんだ。あ、なるほどね。そうそう、金高ちゃんが思う取れ高はどこまでなのか。そうだよね、だからあれだよ、もうで取れ高 OK ということでってもうエンディングで毎回来てるけど、うん、もう途中で取れ高 OK だったらもう合図が来たらもうゆきパンがもうパン取れ高 OK っつってもうそこでパンと終わるからもう。何度かこう、告知のとこ噛んだらもう終わるから。そう、パンって終わって、パンって終わって、で、もう、なんか差し込みみたいに、というわけで終了ですっていう、なんか、巻きパンのセリフが入ってくるっていう。そう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 。ある意味、バルスみたいな。本日もお聞きいただきありがとうございました。そうそうそう。そういうのがね。いや、もう流れでいける、流れでいける、大丈夫、大丈夫。はい。でも、今週もね、たくさんたくさんお話してきまして、まあ、自分たちの好きなものとかね。そうですね、はい、ちょっとフェチの話にもなってきましたけどね。なりましたね、なかなかくっきりとお二人のフェチがね、うん、リスナーの方に伝わった回ですよね。もっとくっきりと伝えてもいいんですよ。みんな鼻で笑うのやめなさい。ひとしきり周りが鼻で笑うのやめなさいよ。なんすか、そのお知りになりたい方はどのフェチかお便りください。そう、もうそうだね。そしたらだんだん自分が崩壊していくんだろうね。確かにそうですね。そうそうそう、答えてくださるようなので、うん、もういいよ、いくらでも言ってやろうぜ。俺もだ。もう気負ってんじゃねえかよ。はいはい、ですが、はい、というわけで終了です。はいよ、ペットショップに行く前に捨てられた犬や猫の里親になることをご検討ください。ハピラジでは勝手にペットの里親になることを推奨しています。はい、この番組はオーディオブックのキクボンの提供でお送りさせていただきました。